ドクターマグの研究所。皆様、この動画を覚えておりますでしょうか。水中ネザーポータルを作った動画です。この動画にこのようなコメントがあったのです。当時の私は全く気がついていなかったのですが、本当にねえ、緑色のなんかが映っていました。ちょっと見ててくださいな。ここ、わかりましたか？もう一回スローで行きますぞ。ここ、あったでしょ。もう一回。よく見ててくださいね。ついでに熱帯魚もいますね。あはは。ここで視点が右の方に行きます。ほら、何やら海藻みたいなのがありますよね。ここはネザーなんです。でも、ほら、海藻があるんです。とんでもなく奇妙ですなぁ。なんでネザーに海藻が、灼熱の大地になぜ？全くの謎。めちゃくちゃ気になります。ということで、統合版のマイクラで、確認してみます。はい、水中ポータルを作りました。早速飛び込んでみましょう。普通ですな。はい、もう一度飛び込んでみましょう。また普通。よし、もう一回。はい、ネザー。はい、もう一度。海藻でないですなー。あれ、なんで地上？おいおいおい、水中だったでしょうに。なんで？さっきのネザーと違う場所だ。どういうこと？私の水中ポータルは、何これ？おい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 、どうなってんのさ。なんでこんな知らない場所に。何がどうなってるの？ネザーに行ったり来たりしただけなのに。もう、海藻もないし、水中にも戻れないし。なんなのさぁ。ダメだ。よくわからない。なんで出口が変わるの？おかしいでしょ？まったく、もういい。こんな意味不明なことするなんて、ひどい。